プラットホーム駅売り店があった頃の駅舎駅前の様子周辺の町並み鈴掛台駅は東京都町田市南津市の3丁目にある東急電鉄田園都市線の駅である。駅番号は DT24。県境にある駅で駅自体は町田市に存在するが駅のすぐ裏側は神奈川県横浜市である。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。 もともと駅舎正面左側の改札外には、駅売り店のトークスがあったが閉店し、現在は自動販売機が設置されている。また、駅舎正面右側の改札外には、コンビニの AM、PM があったが、2010年11月22日に、ロソントークスにリニューアルされた。近年の1日平均乗降人員と乗車人員は、下記の通り。なお、 鈴掛台という地名は、町田市にも隣接する横浜市緑区にもなく、行政区分的には、町田市南津久市のもしくは横浜市緑区長津田町である。この県については、駅名の由来を参照。最寄りバス停留所は、駅前にある鈴掛台駅となる。以下の路線バスが乗り入れ、神奈川中央交通東により運行されている。当駅は当初、 南つくしのという名で開業する予定であった。しかし、東京工業大学が近隣に第2キャンパスを開設する予定であったことから、同大学が駅名に鈴掛という名をつけてほしいという要望を行い、これが東急に採用されたことで、現在の駅名で開業した。鈴掛の名は、同大学名誉教授であった谷口治が田園都市線では、 多くの駅名に植物名が付けられていることから、当駅にも学問と関係の深い植物の名を付けては、ということで提案したものである。谷口は当初花言葉の中から探したが良いものが、見つからず、プラトンが解説したアカデメアに多く植えられていたという鈴鹿けの木を駅名とすることを、大学内で提案。賛成が得られたため、大学として東急要望を実施した。 ありがとうございます。